ガンゾのロゴガンゾは日本の比較製品メーカーである株式会社アジオカが運営するブランド。コード版やブライドルレザー、カーフなどからなる革小物及びバッグを取り揃えている。ガンゾの製品はシリーズによって使われている革が違っており、革製品にこだわっている。使用している主な革とシリーズコード版にシリーズ国内のタンナーによって舐めされた馬のお尻の革。 コード版は一頭の馬から少量しか取れず、非常に希少な革だが、さらに、原皮の段階から革を選び抜き、表面が滑らかでシワ等がない部分が使用されている。また色付けは、水染めという加工が施されており、同じくコードンのダンナーとして、有名なアメリカのホーウィン社のシェルコード版と比較して、製品にした際の色ムラが少ない点が特徴。しかし、 水染めの欠点として使用することにより色が抜けてきてしまい、原皮の色に近い茶色に近づいていく。また同じく欠点として高度万全般に言えることだが、水気に弱いという特徴があり、水分が付着することによって皮に水ぶくれができてしまうことがある。この場合は基本的にどうすることもできず、 交換の時期か、それを我慢して使用することになる。コード版の長所としては、牛革と違い、耐久性に優れており、繊維層が非常に密なため財布を開く、際の折り曲げに強く、そのためシワ等が入りづらい点が特徴。そのため作りの良いものは長く使用することが可能であり、長く使うことによる、艶の輝きなどの経年変化を存分に楽しむことができる。 シェルコード版にシリーズ前述の通り、アメリカのシカゴの老舗タンナー法ン社によるコード版。川好きには、シェルコード版のマニアもいるほどの伝説の比較であり、特徴としては、油分を革に多く含んでいるため、使用していくことによって、色が徐々に濃くなっていくのと同時に、格段に素晴らしいツヤの輝きといった、経年変化を存分に楽しむことができる。 コード版にで記述したような欠点はあるものの、こちらの皮は傷がついたとしても、皮自体に油分が豊富に含まれているため、指でするなどして、傷部分に油分を染み渡らせることによって、色が濃くなり、傷が馴染むといった特徴がある。ありがとうございます。